無音は音がないまたは聞こえない状態である。音がない状態とは、すなわち大気が全く振動しないということであり、このような状態は自然界には存在しない。従って、いわゆる完全な無音という状態は、少なくとも地球上においては存在し得ない。ただし、無教室など音に関する要因を可能な限り排除することで、 無音に非常に近い状態を作り出すことは可能である。なお、無音が物理学的に非常に特殊な状態であるということは、音の影響を受けている状態が普通と言える人間や、その他の動植物にとっても特殊な状態であるのは間違いない。ただし、仮に人間を無音の状況下に置いた場合に、過度のストレスなどによって発狂するのかどうかについては、そのような記録がないため、 はっきりとはしていない。より日常的な範囲で意識できる音が存在しない状態は静寂と呼ばれる。無音という状態については前述の通りだが、鉛筆などで文字を書くときの音や衣類が擦れた時の音、あるいは呼吸や心臓の鼓動など脳が処理しないことで沈黙と同等とされる音がある。実際には存在している音であるし、意識すればちゃんと聞こえるのだが、普段それらが 音として認識されることは少ない。どのような動きもせずに音を発しない状態であれば、生理学的には無音が存在すると考えることもできる。テレビでの無音措置は被せ放送の一種であり、主に地上波と系列有料チャンネルでサイマル放送されるニュース番組で、権利処理が難しい短めの音楽や、音声の場合の自主規制として施される。映像も扱うため、長さは関係ない。 ラジオでは音響のみの放送であることから放送休止時間のみで無音状態が認められており放送時間中の無音状態は放送事故とみなされあまりに長すぎると放送局側が用意した無音事故用の音楽か民放に限りコマーシャルメッセージを挿入することで対応するその事故を防ぐためワイド番組の音声パートにおいて BGM がない場合 一定時間音楽がかからない状態が続いた場合、必ず音声を挿入し直すことで対処されている。音声パートで BGM がある場合は無音状態ではないため、音楽がかからない状態が何秒続いてもいいようになっている。伊勢神宮と仙宮の形神社本庁監修、不送者 P198ISBN978 から、 4から594078874ありがとうございます。